公衆電話と電話帳電話帳とは電話番号が載っている名簿のことである。私的に作成される電話帳、特定の業態、業界の電話帳、NTT が発行している電話帳などの他に名簿会社にある特定の個人情報の電話帳が挙げられる。日本で初めて電話帳が発行されたのは明治23年、電話加入者人名表という197名の 電話番号と名前が縦書きで掲載されたたった一枚の紙だった。当時はまだ電話そのものが珍しく、加入者が集まらずに苦労した時代、一番の東京府庁から始まって、観光庁や新聞社、銀行に混じって、渋沢栄一や奥間主信の部など、近代日本を代表する人物の名前がずらりと並んでいた。昭和26年、初めて電話庁が職業別と、 人名別の2冊に分かれた。これが現在のタウンページの原型となる日本初の職業別電話帳、昭和58年電話帳の愛称を一般公募し、タウンページ、ハローページの名称が決定し、昭和59年にタウンページの愛称を使用した職業別電話帳が発行された。海外のイエローページのノウハウなども導入し、多くの人が タウンページのイメージとして認識している黄色をシンボルカラーとしつつ様々な改良をしながら今に至っている。インターネットの台頭や携帯電話、スマートフォンの普及により利用者が情報を収集する媒体は多様化してきた。現在ではインターネット版のタウンページである i タウンページや電話帳のページをめくるようにインターネット上でタウンページ及びハローページ企業名編を見ることができる。 タウンページライブラリーなどがある。NTT 東日本、NTT 西日本が発行している電話帳には掲載を拒むことも可能である。また電話帳配布が不要な場合は配布停止を依頼できる。分厚い本を表す比喩として電話帳のようななどと言われることがある。また電話機などのメモリダイヤル機能も電話帳と呼ばれることがあり、携帯電話、携帯情報端末には 必ず備わっているデータ記録機能の一つである。電話帳はしばしば、その厚みや豊富な情報量から、握力や記憶力の対象とされてきた。例えば、プロレスラーが怪力を示すパフォーマンスや、サバン症候群の人物のエピソードの対象に、使われた過去がある。ありがとうございます。